では2テイク目。さっき帯山の駐車場で撮ったあの動画、あの杖はね曲がりすぎててやりにくかった。だから何落としたり。なんでそんな母言ってるの。今ここで撮ったやつがあるんだけど、あれもね納得いかなかったから。はい、じゃあ2テイク目よろしくお願いします。久しぶりに棒術をやってみたんだけど、巻いてください。さっきの動画を見るといろいろ反省点が、あの杖はね、ちょっと曲がりすぎてた。まっすぐじゃないからやりにくかったんだよ。だから何落としたんだよ。で、新しく拾っていたこれ、やりやすい。まあ、長さはないけど、これでもう一回ね、見てもらおうかなって。あと腰を低く、腰が高かった。うん、まあ、動画でそういう観察をね、した後でのもう一本棒術をみんなに見てもらおうかなと。